か。さあ、行くか、調子まで。あまりスピード出さないでくださいね。今日妙に車多いですね。何すかね、これ。妙に車が多いですね、千葉方面。下走り今どの辺、これ船橋、もうすぐ船橋です。もうすぐ船橋です。次の村だ。ああそうだ、調子来たね。農業女子を取りたいで、農業女子に会いたいで来たね。 なんか食べさせてもらったね。あれセロリか、なんか来た、思い出した。4年前のことを今やっと思い出しました。調子来ました。そうです、そうです。何ですかね、この煙は。なかなか高い、なんかコンビナとかなんかあるのかな。今日無風状態です。天高く煙が上がっております。かっこいいな、ここ。なんだろう、あ、ラーメン屋さんだ。あと30分で調子つきます。あったかい、あったかい。昨日の朝はドキドキしながら新幹線に乗りました。今日はあったかい。調子をちょっと今日はゆっくり見たいな。調子いかなさい。調子だ、調子だ。すごい、きれいきれいきれい。こっちもすごい。あ、綺麗だな、綺麗だな、すごい綺麗。いや、すごい。なんか近くて遠い調子だけど、千葉県でちょっとなんか違うよねっていう感じで、そんなに来ることはないんだけど、すごいね、立派な町ですね。立派な町なんて言うと怒られるけど、すごいじゃないですか。さあ、なんか朝飯食おう。いやー、すごい晴れて、ガストでご飯食べました。なんかすごいいっぱいお客さんが来て、ちょうど昼ご飯時なんですかね。調子です。なんか晴れてるからだけど、なんか温暖でいいとこに見えちゃうのは不思議ですね。本当に調子です、調子です。じゃあ目的地に今から向かいます。銚子電鉄やってきました。今日は銚子電鉄の社長さんの瞬間の顔を撮らせていただきました。ラッキーです。晴れました。綺麗ですね、この電車。素晴らしいですね、この駅舎も。素晴らしいですね、駅。なんか駅ってのは昔から哀愁ありますね。いいですね。誰もいないんでマスク外させていただきました、ちょっとだけ。素晴らしいですね。いや、素晴らしい。ちょっと一言もらいましょう。銚子まで来れて僕はとっても幸せです。ましてこうやって社長さんの瞬間の顔を撮れたということは、とても嬉しいので、一言カメラを見て、だから銚子電鉄の話をちょっとしてください。光栄な長木先生にお会いできて大変嬉しく思っております。
そしてまたこの十川駅をですね、素敵に撮っていただいて本当にありがたいです。銚子電鉄ですね、わずか 6.4 キロ、短い鉄道でございますけどね、97年の歴史が詰まったですね、見どころ満載のですね、また突っ込みどころ満載の会社でございます。ぜひですね、銚子に遊びに来ていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、帰ろう。また来ます。またゆっくり撮影に来ます。晴れたら調子最高、晴れたら調子最高です。なんかこの冬のうちに来たいね、冬のうちに来たいね。